はい、皆さんこんばんは、和道です。今日は2017年11月の9日になりました。夜中の2時35分です。今、サバゲー用のマスクの、顎の下の部分ですね、面頬の部分を作り始めて4時間経ちました。今、現在こんな感じになってます。顎がやたらシャープですね。ちょっとこの辺とかも作り直さないといけないかな。だいぶいい感じになってきました。こんな感じです。ではこのまま作り続けましょう。渋い堀込さん、ありがとうございます。サバゲー用のマスクを今作ってます。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。よいしょ。結構だいぶ時間が経ってきたね。だいぶ乾燥してるね、粘土が。あとでパテ埋める感じでね、作り込まないといけないかもしれない。嬉しいですね。でもなんか才能あるとか、かっこいいって言ってもらえると。ただの趣味でやってるだけなんだけど、着色はね、ニスっていうか漆っぽいニスがあるんで、漆調にしようかなと。もしくはブラックかな。もしくはブラック、着色っていうか強度を上げる目的で漆を塗ろうかなと思ってます。固まってきてるね。固まんの早いわ。ちょっとね、さっき顔につけたからデザインが崩れちゃったんだよね。難しい。はい、いらっしゃい。
くできるといいけどな。ここに顎にワイヤー入れたかったな。強度これで持つといいんだけど、もしかしたら顎が弱いかもしれない。もしかしたら。強度がね、結構頑丈だとは書いてあったんだけど、ブログとか読んだら結構頑丈らしい。まあ木だからね、木の粉だから補強補強補強だね。多分そんなに重くならないと思うの、水分抜けたら。木なら多分軽いと思う。硬さは出るって書いてあった。硬さと軽さはあるらしい。向いてると思うんだよね、素材に。あとは漆塗ったら耐水性も出てくるはずだから、まあまあ大丈夫だと思うんだけど。あと意外と手につかないこの粘土、それが扱いやすいかな。手がベタベタしない。子供が遊ぶのにもいいと思うよこれ、木工粘土。
立体的なものの方が得意かな。絵とかは全然ダメなんだよね。もうのっぺりしたっていうかダサい絵になるんだけど、空間的なものの方が作りやすいっていうか、イメージが浮かびやすいんだよ。手で触った感覚で相馬はダイレクトに表現できるから、すごく俺としてはやりやすいかな。こっちの方が好き。子供の頃か。素直じゃん。触ったら触っただけその形になるっていうか。絵は言うこと聞かない。立体さらに苦手なんだ。なんだろうね、その感覚的な問題だから、その鍛えるとかじゃなくて子供の頃持ってるものなんだろうね、生まれながらに。写真は得意なんだけど、写真を撮るときに写真下手なやつ見るとイライラするもんね。どうやったらそんな構図になるのっていう。もう、それ感覚なんだろうな、多分。体系的なものもあるんだろうけど、視覚情報として、それがちゃんと作れるのかって。写真ってすごい簡単なのに、なんでこんなことになるんだろうっていう人いるもんね。びっくりするよ、本当に。粘土とかいじったりとか、お人形遊びとか、こんなんばっかりやってたかな。こんなのばっかりやってた。要は、もう指とか、あと妄想だよね。人形と人形で妄想で、こいつとこいつが敵で、どういう戦いをするとか。だから、その自閉症的な遊び。自閉症の。地図は俺読めるかな。こういう感覚的なものの説明ってすごい難しいんだよね。言葉じゃないじゃん。なんで説明したら納得してもらえるんだろうとか。すごい難しい。だからさっきからのんちゃんに「こうこう」とか言ってるんだけど こういう時はね、言葉が出ないの、俺。脳が切り替わる感じがして。いや、そうじゃなくて、こうふっとみたいな 急にバカになるんだよね。言語性 IQ が急激に落ちる。子供の頃からそうなんだよね。頭の中のものを言葉で説明するの難しい。あと、その言葉が分からなくなるんだよな、こういうことやってると。なぜか。脳に障害があるんだろうな、多分。集中力、過集中って言うんだけど、過度に集中しちゃうの、普通の人より。いいところでもあるし、悪いところでもあるんだけど。過集中っていう。没頭しちゃうんだよね。周りの声が聞こえなくなる。イメージを伝えるのは不可能だと思ってるかな。
こいつを固まらせてみようかな。あとどうしよう。もう固まってからじゃないと細かいところいじれねえかんな。原型はできたって感じだね。過集中が過ぎ去った後はだからバタッと寝ちゃう。最近そうなんだけど、24時間もう4日間ぐらい寝てるんだよ。だから過集中ってそのまあ天才とかに多いとか自閉症に多いとか言われてるんだけど、やっぱり良くなくて、そう30時間ぐらいずっとガーッと集中、もうなんつうの、周りの声が聞こえないぐらいのめり込むことができるの。だけどその分脳のカロリーは消費してるからバタッと倒れるっていうか、そのまま起きないみたいな。だから脳のコントロールが下手なの、簡単に言うと。程よくっていうのができない。その代わり単純作業とか普通の人よりもすごいパフォーマンス発揮したりするのね。のめり込むから。必然的に仕事を覚えるのが早かったりするの。だけどその分反動が来る。だからクラピカのね、あのエンペラータイムみたいな。ああいうののなんかもっと現実的な感じ。本人は自覚ないんだよ、ほとんどが。過集中の。だけど、もう過集中の人は周りから客観的に見ると分かるの。作業所にほら、行ってた時、やっぱり2、3人いるのよ、過集中の人。もう声聞こえてないの。お昼ご飯ですよって言っても、全然聞こえてなくて、一人でずっともう作業しちゃってて、ポンポンって叩いて、あみたいな。どうしたんですか、いや、昼ですよ、みたいな。な、俺もそういうタイプの。だからすごい疲れる。あとやっぱりそのチームワークが必要なものはダメだよね。単純作業系とかだったらすごい早かったりとか効率いいけど、チームプレーとかが必要なのでダメだね。ジャックハンマーがそれ。あのね、ジャックハンマー、うん、まあまあ亀をね、いらっしゃい。ジャックハンマーはね、過集中じゃなくて、あれを精神的にやってるって感じ。あれは我慢してやってるんだと思う。ジャックハンマーは過集中じゃないと思うね。過集中は、やっぱり、その、ハンターハンターのクラピカのエンペラータイムみたいな。なんつうんだろうな。なんか時間が止まってる感覚っていうか、その、時間が外にあるっていうか、もう、自分の体内時計が思いっきり狂うの。ゆっくり流れるの。だから外が早く感じるっていうか、なんつうんだろう、ちょっと難しい、やっぱ表現するの。体感的なものだから、だからスポーツでいうゾーンみたいなの3回ぐらいあるんだよ俺、スポーツ苦手なのに。だからゾーンの感覚は分かるんだよね。それがもっとひどくなるバージョンみたいな、もう本当にスローモーションみたいな。飲め、うん、はい、解放お疲れ、こんばんは。
一回乾燥させようかな、これ。雑談にしようかな。テコ入れするところが今日の現段階だとないかな。乾燥させないともうこれは進まないような気がする。自作のマスクだよ。こんな感じ今。いい出来になってるね。まあ全然だけど。粘土こねて作った。強そう強いかな、どうだろうね。水分多めに練っておこう。これで終わりにしよう。これはあと2日ぐらい乾燥させて、こっからまたテコ入れだね。ゆっくりやろうね、ゆっくり。気に入ったのを作りたいから。やっぱり納得できないのはダメだから。妥協は良くない。昨日型取りしてたのはね、平面だからちょっと使えなかった。あれはあれで、なんつうんだろう、あれをしないといけないね、あれあれになっちゃうでしょダメだ、今喋りの脳じゃないから。油を塗らない、油っつうかコーティングしないといけない。今言葉ダメだから、脳みそ切り替えるからちょっと待ってて。
じゃあこれ向こうに置いてくるわ。こんな感じでした。いや、俺も完成楽しみだよ。はい、ただいま。パン職人。花火ありがとう。ありがとうね、はずきちゃん、いつも。パン職人ってなんだよ。でも満足かな。昨日からずっと作ろう作ろうってやってたから、もやっとしてたから。うん、一服。もうこっからずっと一服タイムだよ。
風邪はの、え、怪我？怪我？のんちゃんの怪我？もう一回今度ワイヤーを取る手術だね。俺は筋肉痛がひどいよ。明日のスパーリング大丈夫かな？明日何時からだっけ？そうだね、芸術っていうかなんか物を作るっていう喜びは半端じゃないよね。物を作る、何かを表現させるっていう。それはある。なんかその自分が持ってる世界観とかイメージって人に伝わりづらいじゃん。でも物を作っちゃえば見せるだけだから説明がいらないんだよね。あ、見せるのが一番早い。見せたらそれはもう100点な状態なわけだ。自分がこういうものって言って見せたら、で、その100点に対して採点するのは人だから。あとはみんな次第っていうかさ。赤いあざ？ああ、あれはもう豆だから潰した、すぐ。あれは大丈夫だよ。すぐ治ったよ。なんで顎怪我したの？大丈夫？顎やられちゃったの。おい、おかえり、豆ちゃん。いらっしゃい。彼と喧嘩した？殴られたの？大丈夫？マスク見る？いや、まあさっきから変わってないね。今乾燥させてるからあと2日後って感じだ。テコ入れするのは。肋骨にひび、こっぴどくやられたね。暴力振るう男苦手なんだよな。すごいね、それは。なかなかやられたね。でも私彼のあばら折ったすげえな。じゃあまあ、お愛子っていうことで。俺彼女と殴り合いになったことなんか一回もないよ。みんな殴られたことあんの？なんだろうね。俺、女だけは殴るなっていう教育を受けてるから、女の人を殴れるっていう神経がわかんないんだよね。あ、絶対的に無理だもん。人生で一回しかないよ。あるんかいっていうね。初めての殴り合いなんだ。暴力はダメでしょ。絶対肯定したらダメだよ。でもいるよね、暴力男が好きな人って。俺が女だったら絶対別れるな。拳で語る？ダメでしょ。拳で語るのはダメでしょ。人間として。拳で語る人はまあ、あげないだろうね。
女の人に手を。顎に蹴りがクリーンヒット。すげえな。おう、そうそう、命を作るものだから男にはできない尊いものだから。っていうか、むしろ男が力つけるのは俺は女を守るためだと思ってるんだよね。女の人を守るために与えられた力だと思ってるから、その暴力っていうのを女の人に向けるっていうのが全然意味が分かんないんだよ。構造的に意味が分かんない。ボコボコに DV された。それってさ、強いじゃなくて俺弱いと思っちゃうから、人としてすげえ弱いやつをやることじゃん。強い人間は暴力振るわない。親父がそうだったから、めちゃくちゃ強いけど暴力振るってない。俺親父に殴られたことなんか一回もないもん。本当にかっこいい人は暴力なんか振るわない。ただ暴力振る相手とか、その無茶苦茶なやつには徹底的に暴力的だったけど、巨神兵のごとく暴れ回ってたよ。暴力に対抗するための暴力だと思うかな、俺は。その力は一般人には向けない。親父に椅子投げられたり腰にクリーンヒットしたことがある。いった。かわいい女の子を殴るっていうのはよくわかんねえな。癖になるからね。あと癖になるっつうか、それができるってことはさ、もともとそういう人なんだよ多分。だから信頼関係がなくなるよね。なんかあったらこの人殴るんだっていう。すぐ別れた。まあ正解でしょう。すぐ別れんのは。俺が女でもすぐ別れるかな、やっぱり。絶対肯定できない。ああ、腰痛になるようになっちゃったんだ。俺でも女性と喧嘩するとすぐ帰るか帰ってっていう人だから、すごいドライなのよ。ごめん、帰ってって。本当にびっくりするぐらいすごい早いよ。クイックで言うもん。ごめん、帰って。ごめんなさい、帰ってください。ごめん、帰るわ。友人関係でもそうかもしんない。ささっと帰るね。この場にいるべきじゃないって。暴力自体嫌いだからな。何もいいことないなんて悲しいこと言わないで。いいことあるよ。花火ありがとう。全治6週間、結構な怪我だな。 めちゃめちゃ怪我してんじゃん。大丈夫かよ。
なんかね、最近ね、すごいね、エロいね、写真家を見つけてね、村田健一さんだったかな？この人のエロの世界観がすごい好きなんだよね。エロっていうか、エロ、まあエロだろうな。村田健一さん、写真家なんだけど、すごい好きなんだよね。いいよね、なんか。エロっていいよね。女の子に生まれたかったわ。この人のエロの表現が好きだね。俺の中でツボなんだよ。写真集が欲しい。ハートありが、あ、風船ありがとだよ。画面は映す、キャプれないぐらいエロいね。具がくっきり。一発バン。具がくっきり系なんで、この人は。ダメです。映せないっす。変態っつうか綺麗だよ、この人の写真。この人なんじゃ。綺麗な写真撮るでしょ。全然撮れてない。うん、好きだけどな。できたよ、ほら。のんちゃん。あそこに飾ってあるよ。どう？何点？まだ俺の中で4割ぐらいの出来なんだけど、これを乾燥させてくっつこうと思って。見てみて、評価して、専門家として。そこ、それいいよ、と手に取って。台ごと崩れちゃうから台ごといじってほしいけど、いいでしょ。村田健一。貸して。いいでしょ。うまいでしょ。持って。ちょっと取って。え、なんで俺見たいの？え、見たいの俺が。台取ってくれれば大丈夫。うまい。すごい。こんな感じだね。やりよるでしょ。なかなかやりよるでしょ。あ、ダメな。乾燥するとひび割れてくんな。これは何？後で埋めていけばいいの？え？木曜パテで埋め込んでいけばいいの？サンダーで綺麗にするときに、うん。その一回パテを塗って、うん。サンダーで綺麗にして、パテを塗って、サンダーで綺麗にして、繰り返して穴を埋めてくんだ。ああ。で、ツルツルにして、うん。まあじゃあこれはこれで大丈夫ってこと？これ限界だったんだよね。ツルツルにしたんだけど。で、こっから模様入れたりとか、細かいパーツ入れてこうと思ってる。村田さん見てる。置いといて。2日、3日？
12日に再開しようか。じゃあ硬さに、これのなんか固まり具合の硬さにもよるんだけど、うん、パテってすごい種類があるから、うん、デスマスクじゃないよ、あのサバイバルゲーム用のマスク。デスマスクはデスマスクで今使ってない。かっこいいでしょカオス。どうだい配信者は。いや、おでこに絶対刺さらない。あのね、イメージとしてはこの鼻が高いじゃん、鼻をまっすぐこうここまで伸ばして、こういう流線形のヘルメット、こう後ろまでこういう鼻から鼻にかけてこういうヘルメットを作るので、顎がその流線の部分に突き当たるように、だから前のめるの、わかる、こう尖るっていうか、でここはガシャンって外れるようにここの部分だけ今作ってるの。ガコッと外れてネックレスみたいに。上も作るよ。だからフルフェイスマスクになるっていう、こういう。うん。配信者劣等感。うん。なんだろう。よくわかんないな。上にこうガシャンってはまるっていう。磁石で。うん。で、下の部分から作ってる。配信者で俺は数字を追い求めてる段階っていうのはまだ二流だと思ってる、ね、うん、その先があるんだよ配信には。極端な話ね、いい、自分が納得できるいい配信作っていけるかどうかだと思ってる。それができるようになると閲覧がついてくるんだよ。なんかね、その中身とその閲覧が比例しないっていうのはよくわかってるから、まあ人気のバロメーターでしかないんだよね、人気かどうかを測る。そう、あのなんだろう、こいつなんで閲覧ないのに面白いことやってんのにっていうやつは世の中いっぱいいるんだよ。ただの人気の指数だよ。気にしなくていい。自分の表現を突き詰められるかだと思ってる。一回じゃあこれで枠閉じて雑談用の枠を取り直すわ。一回ここで枠切るわ。まあ変わらなくていいんだよ。変わらなくていいんだよ。変わらない良さってあるから。うん。一回雑談用の枠取るわ。タイトル変える。おまま、おアメリカ人じゃん。聞いたよ。鮫島さんすげえ楽しみにしてたよ。アメ人が入るの。聞いた。あ、アメリカ人絶対やった方がいい。もう超楽しかったから。半端じゃない。絶対やった方がいいよ。ハンドガン買いな。Thank you.
んちゃんを裸にして写真撮ろう。今度やだよ。やだ。よいしょ。富士山かぶって1ヶ月ぐらいになる。ああ、デブチンだからやだ。今ちょっと太ったね。のんちゃんご飯ある、うん、ちょうだい。そば一回ザルでさ水で湯がいてよ。海苔はどうするの。海苔ちょうだい。海苔もあるの、かけてあるの。うん、ああ、じゃあいいや、そこまでいいや。食えるかな、バッサバサ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。